Oh!
表したいというやる気を見せる青柳ですが、野村選手に対してやる気を感じましたか？はい、では誠選手相手に8分43秒も戦った、その時のお気持ちはいかがでしょうか？じゃあ話は少し前に戻りますが、以前答えていただけなかった9月17日野村選手に惜しくも丸め込みで敗れてしまった時のお気持ちはいかがでしたでしょうか？はい、濱田彩子選手に完璧なスリーカウントを取られてしまった時のお気持ちはいかがでしたでしょうか？お二人にやり返すお気持ちはございますか？別に